領域で、まあ、我々はその傘の中でうまく生きていきたいと。まあ、ちょっと戦争というのも実は経済の戦争なので、まあ、そういった話をしてます。Because IoT is not only because of politics or marketing, it's performance. And IP500 delivers performance. For instance, as I said, for security, especially for security and safety application. 半導体に関しましても、米国企業をかなり今買収をかけていると。で最終的にインダストリー 4.0、まあ、IP500、まあ、あちらでいう、Google が率いるスレッドということになると、まあ、まさに IP500 は、ドイツ、ヨーロッパの企画団体でありながら戦う相手というか、まあ、かなり市場性を見ているところについては Google と同じようなところを見ているということです。まあ、我々の方の企画をどちらかというと Google が今追ってきているということで、我々はその先を目指して、まあ、市場を作っていこうというふうに思っています。 Welcome to IP500. My name is Helmut Adamski and I'm the chairman and the CEO of IP500 Alliance.